なめんなよ。さあ決勝戦第3種目、棒の上の玉割り競争。熱血高校は誰が出るのか。高見君が出る。そして花園高校は清水君、加工連合は西村君、蓮舫学園は音無君が出る。さあ全チームの選手が決定しました。いよいよ試合開始です。それでは棒の上の玉割り競争第1試合を始めてください。さあ決勝戦第3種目、棒の上の玉割り競争が今始まった。高見君、いきなり西村君を襲いかかる。そのうち間に蓮舫の音無君、右のバーに登って靴玉を割りにかかる。もう一方のバーに花園の清水君が登って音無君と清水君で玉を割る。一方熱血の高峰君と蓮舫の西村君は下で乱戦を繰り広げている模様。さあ今高峰君が登り始めた。おっと、それを前後の西村君下から落とした。さあ高峰君も一遍登り直す。そして下から西村君を叩き落とし、今高峰君が左の場に、おっとそこを音無君が落とした。これは前方の音無君が有利か。しかしまだまだわからない。まだ時間はある。高峰君、あーっと高峰君一度もくす玉に触れることなく音無君が割った。はい、そこまで。玉割り競争第1回戦の結果が出ました。試合はまだまだこれからよ。負けたチームも気持ちを切り替えてね。では玉割り競争第2回戦を始めます。出場選手の皆さんは開始位置に集合してください。さあ次は熱血は森本君、花園は鷲尾君、学校連合沢口君、蓮舫学園早坂君が出ます。それでは棒の上の玉割り競争第2試合を始めてください。さあ玉割り競争の第2回戦が今始まった。さあ森本君、おっと森本君星型ステッキで棒に登ろうとしている沢口君と鷲尾君を叩く。まだ誰も棒に登っていないぞ。おっと熱血の森本君一番最初に左のバーに登り、今くす玉を割りにかかった。しかし一発のパンチ力が4と少し弱い。しかし他の選手たちは下で乱戦を繰り広げている。今がチャンスだ。頑張れ森本君。おっと蓮舫の早坂君が今森本君を叩き落とした。そして右のバーには学校連合の沢口君が登ってきている。森本君今蓮舫の早坂君を叩き落として左のバーに、よし今だ、頑張れ森本君。クスタも終わるんだ。おっと早坂君に落とされた。そして花園の鷲尾君が今右のバーでてっぺんに立ってくす玉を割っている。誰が割ってもおかしくない。これはタイミングの問題だ。あとは運の問題か。おっと早坂君に落とされた。今のところ早坂君が有利か。森本君なかなか登れずにいる。おっと学校連合の沢口君が左のバーのトップで割りにかかる。それを蓮舫の早坂君が下から落とし、早坂君が割りにかかる。おっと今落とし合いだ。バーに登ろうとするところ、果たしてブス玉を最初に割るのはどのチームか。蓮舫の早坂君てっぺんに登って割りにかかった。それを下から追いかける。さあ森本君落とした。おっと沢口君が今左のバーの点で割にかかる。一発が8、結構パンチ力がある。おっと森本君落とされた。なかなかくす玉に触れない。今のところ沢口君が有利か。おっとそれを鷲尾君が叩き落として、花園の鷲尾君が最後にくす玉を割った。最後は花園。そこまで。玉割り競争第2回戦の結果が出ました。今の試合で第3種目玉割り競争は終了です。じゃあお待ちかねの結果発表に行くわよ。
お待たせしました。第3種目、玉割り競争の結果発表です。最終戦に向けて波乱は起きたんでしょうか？それでは結果発表です。4位は花園高校。最終戦を前にこの順位は非常に痛い。なんとか希望を見つけて這い上がってほしいですね。3位は学校連合。心が折れてしまいそうな気持ちはわかりますが、まだよ、諦めるにはまだ早いわ。切り替えていきましょう。そしてここで1552ポイント、霊峰学園が2位ということは、最終戦に向けて決して悪くない位置と言えますね。あとは気持ちの問題でしょうか。1位は熱血高校。第3種目でこの位置は素晴らしいわね。しかしまだ最終戦が残っています。まだまだ油断はできません。以上、第3種目玉割り競争の結果発表でした。大運動会は残すところ第4種目のみ。泣いても笑ってもこれが最後の大一番、後悔のないようにね。それでは引き続き第4種目勝ち抜き格闘へと進みましょう。さあ決勝戦もいよいよ大詰め。最後の対決第4種目勝ち抜き格闘、熱血高校は元キャプテン国尾くん、花園高校はキャプテン力くん、学校連合は頭突きの郷田くん、霊峰学園はダブルドラゴン兄弟兄龍一くんです。さあそうそうたるメンバーでどのチームが生き残っても不思議ではない。さあそして今始まったぞ。おっと龍一くんはいきなり旋風客、得意の旋風客。大田くんも頭突きを連発する。力くんはマハパンチの応酬だ。国尾くんは様子を見ている。様子を見てマハキックを繰り出そうという。おっと龍一くんのマハキックに巻き込まれた。さあ国尾くん、おっと龍一くん、郷田くん自らリングの外に落ちていった。自動的に熱血の国尾くんと花園力くんが残った。さあマハパンチ対マハリキックのどっちが勝つか。マハパンチ対マハリキック、国尾くん対力くんのライバル対決になったぞ。笑うのはどっちだ、最後に笑うのはどっちだ、最後まで残るのはどっちだ。熱血の国尾くんか花園の力くんか。おっと力くんのマッハパンチ炸裂、国尾くんも負けてはいない。マッハキックが炸裂。さあマッハパンチ対マッハキック。おっと今のところ体力的にも互角だぞ。どっちが勝ってもどっちが生き残っても不思議ではない。おっと今のところ国尾くんの方が体力的に有利になった。しかし力くんも負けずにマッハパンチを応酬。おっと力くん体力がピンチだ。しかし力くんもうまくかわしながらマッハパンチと流星パンチで応戦している。おっと体力的に国尾くんと力くん、おっと互角だったが最後は力くんが逆転勝ち。残ったのは花園。はい、そこまで。勝ち抜き格闘第1回戦の結果が出ました。試合はまだまだこれからよ。負けたチームも気持ちを切り替えてね。第1回戦を制したのは花園高校力くん。勝ち抜き格闘第2回戦を始めます。出場選手の皆さんは開始位置に集合してください。さあ勝ち抜き格闘第2回戦、熱血は中部くんが出るようだ。花園高校は早乙女くん、学校連合は五代くん、霊峰学園は弟の龍二くんが出ます。それでは勝ち抜き格闘大会第2試合を始めてください。さあ勝ち抜き格闘第2試合今始まった。中部くんはどういった戦いを見せてくれるのか。やはりダブルラリアットか。おっといきなりダブルラリアットだよ。ダブルドラゴン兄弟龍二くんはやはり旋風客で戦っていくのか。五代くんは木刀がない分少し不利か。木刀があればかなり有利になるが、木刀がこのリングに落ちていない。そしてこのリングにはリングアウトがない。落ちる心配はない。最後まで実力伯仲の試合となりそうだ。早乙女くんはタメパンチだ。タメパンチで五代くんは落ちている武器でタイヤで攻撃していく得意の武器攻撃だ。チューブ君は距離を測ってダッシュで近づいてダブルラリアット、一気に敵を
巻き込むという作戦。今のところチューブ君が体力的には一番有利だ。それと霊峰学園のダブルドラゴン弟龍二君。おっと早乙女君はもう体力がないぞ。おっと今早乙女君が五代君に倒された。さあしかし五代君も倒された。残ったのは熱血チューブ君対霊峰龍二君。さあどっちが残るか。最後まで残るのはどっちだ。ダブルラリアットのチューブ君か旋風脚のダブルドラゴン龍二君か。おっと龍二君の踏み切り投げがチューブ君に決まった。体力的にはややチューブ君の方が低い。そして攻撃力は龍二君の方がある。さあこの辺はさすがダブルドラゴン兄弟。おっとしかしチューブ君も大いに健闘している。クロスカントリー以外にも対戦この勝ち抜き角度でもダブルラリアットを活用しながらチューブ君大健闘です。さあ最後に残るのは熱血チューブ君かそれとも霊峰龍二君か。おっとかわされた。おっと当たった。チューブ君ダブルラリアットが龍二君に炸裂。しかし龍二君も負けてはいない。おっと旋風脚が炸裂。チューブ君体力が危ない。あと一発食らったら危ないぞ。さあ龍二君も体力危ない。おっと最後は龍二君の通常パンチでチューブ君が沈んだ。残ったのは霊峰。はいそこまで。勝ち抜き格闘第2回戦の結果が出ました。勝ち抜き格闘第2回戦制したのは霊峰学園。いやでもチューブ君もよく健闘しました。では勝ち抜き格闘第3回戦を始めます。出場選手の皆さんは開始位置に集合してください。さあ勝ち抜き格闘第3回戦は熱血姿君、花園前田君、格好連合熊田君、霊峰学園は四天王最強の男小林君が出ます。それでは勝ち抜き格闘大会第3試合を始めてください。さあ勝ち抜き格闘第3回戦が今始まった。さあ姿君はどういった作戦で戦うのか。おっと小林君いきなりダンベルを使った。姿君は木刀を遠くから投げてヒットアンダーウェイという作戦だ。しかしこの作戦がいつまで通用するのか。おっと姿君近づいてダンベルで頭を殴る。姿君武器を使ったかけ。おっと姿君のダンベルが爆発した。残ってる武器は木刀だけだぞ。おっと今四天王最強の男小林君が自らリングの外へ落ちていった。残るは熱血花園格好連合。さあ誰が勝ち残るのか。さあ姿君体力的には姿君が余裕がある。おっと姿君木刀をうまく使って。おっと格好連合熊田君が沈んだ。さあ残ったのは熱血と花園。さあ姿君が勝つのか前田君が勝つのか。さあ姿君うまくかわしている。おっと体力的には熱血も花園も今のところ互角だ。どっちが残ってもおかしくない。おっと少し花園が有利になった。おっと姿君体力が危ないぞ。おっと最後に残ったのは花園前田君。花園前田君が残った。はいそこまで。勝
ち抜き格闘第3回戦の結果が出ました。さあ、勝ち抜き格闘もいよいよ後半戦に突入です。果たして最後に笑うのはどのチームなのでしょうか。では、勝ち抜き格闘第4回戦を始めます。出場選手の皆さんは開始位置に集合してください。さあ、勝ち抜き格闘も第4回戦。今度は熱血は七瀬くん、花園は吉野くん、学校連合は早見くん、霊峰学園はカットビの持つこと望月くんが出ます。それでは勝ち抜き格闘大会第4試合を始めてください。望月くん最初から僕と思っている。おっと、七瀬くんは体力回復ドリンクを投げた。体力回復ドリンクを飲んだ。しかし体力満タンの状態で飲んでいる。もう一本体力回復ドリンクが落ちているぞ。おっと、霊峰のカットビの持つこと望月くんはニトロアタックで攻撃だ。七瀬くんは遠くからボールを投げたりアイテムを投げるという作戦。おっと、スライディングキックは炸裂。おっと、もう一本落ちている回復ドリンクを七瀬くんが飲んで回復ドリンクがなくなった。これは他の選手が回復ドリンクを飲んで体力回復するのを阻止するという作戦のようだ。これは考えた、七瀬くん。おっと、ニトロアタック。やはりカットビのスピードには定評のある霊峰望月くん、ニトロアタックは強力だ。七瀬くんはスライディングキックで対抗する。しかし一発当たりのダメージが4と非常に少ない。おっと、戦引き換え、望月のニトロアタックはとてつもなく強力だ。さあ、今のところ誰も落ちていない。おっと、連合の早見くんが体力的に危ないぞ。それから花園の吉野くん、おっと、花園の吉野くんが今リングに沈んだ。七瀬くん体力には余裕がある。おっと、連合の早見くん今沈んだ。さあ、残ったのは七瀬くん対望月。おっと、最後に残ったのは七瀬くん。これは七瀬くんの作戦勝ちだ。熱血七瀬くん作戦勝ち。はい、そこまで。勝ち抜き格闘第4回戦の結果が出ました。試合はまだまだこれからよ。負けたチームも気持ちを切り替えてね。では勝ち抜き格闘第5回戦を始めます。出場選手の皆さんは開始位置に集合してください。さあ、勝ち抜き格闘も第5回戦。熱血は森本くん、花園は清水くん、学校連合沢口くん、霊峰学園は早坂くん。それでは勝ち抜き格闘大会第5試合を始めてください。さあ、早くも勝ち抜き格闘第5試合今始まった。さあ、森本くんは武器投げには定評がある。なぜか武器投げが強い。森本の武器投げは半端なく強い。しかし、これといった必殺技がないのが致命的か。さあ、森本くん落ちている武器を博打的に投げる。誰に当たるかはわからない。とにかく投げる。早坂くんはマッハパンチ、いや、マッハ叩き。武器を持ったらマハタタキはかなり強く強力だ。おっと、早坂くん、マハタタキの応酬だ。森本くんは相変わらず武器投げに頼っている。しかし、いつまでこの作戦が通用するのか。体力的には連合の沢口くんが有利だ。森本くんは遠くから武器を投げる。おっと、霊峰の早坂くん、体力が危ないぞ。しかし、マッハたたきで頑張っている。おっと、しかし早坂くんがここで沈んだ。おっと、危ない。森本くん体力がもうない。おっと、沢口くんのパンチでここで森本くん沈んだ。残るは花園の清水くん、そして連合の沢口くん。しかし、清水くん体力がもうない。ここは残ったのは連合の沢口くんだ。第5試合制したのは連合でした。はい、そこまで。
転倒、勝ち抜き格闘第5回戦の結果が出ました。試合はまだまだこれからよ。負けたチームも気持ちを切り替えてね。では勝ち抜き格闘第6回戦を始めます。出場選手の皆さんは開始位置に集合してください。さあ第6回戦、熱血は渡高峰くん、花園は鷲尾くん、格好連合は西村くん。それでは勝ち抜き格闘大会第6試合を始めてください。さあ勝ち抜き格闘大会も第6試合、もう6戦目です。さあ熱血高峰くん、どういった戦いを見せるのか。おっと西村くん溜めパンチ、しかし溜めてる間に攻撃を食らう。これは溜めに時間がかかるのが非常に難点、溜めてる時間がない。おっと高峰くんスピンアタックで武器投げとスピンアタックで戦っていくという作戦だ。遠くから武器を投げる、これは体力の温存か。おっと距離を取りながら高峰くんスピンアタックで、鷲尾くんは星形ステッキで旗叩きだ。さあ西村くんはためパンチ諦めたのか。これはために時間がかかるため諦めたようだ。さあ伝言の西村くんが今リングに沈んだ。おっと鷲尾くんの強力な真旗叩き、しかし鷲尾くん体力がもう危ない。おっと今花園の鷲尾くんがリングに沈んで、残ったのは熱血の高峰くん対霊峰のおとなしくん、最後に残るのはどっちだ。おっと高峰くんリング端でスピンアタックの応酬。さあどっちが勝つのか。おとなしくんは、おっと高峰くんのスピンアタックが最後は霊峰のおとなしくんを制した。いやー、はい、高峰くん大健闘、勝ち抜き格闘第6回戦の結果が出ました。これにて本日のプログラムはすべて終了です。よくやりました高峰くん。最後の結果発表前に一言だけ言わせて。みんなかっこよかったよ。それじゃ結果発表に行くわね。それではこれより最終結果の発表を行います。果たして大逆転劇は起きたのか、それとも順当な結末を迎えたのか。みんな結果が気になって仕方ないでしょうけど、それは最後のお楽しみ。まず先に個人賞を発表します。まずは関東賞。関東賞は勇敢に戦った選手に贈られます。激戦を戦い抜きこの賞を手にできるのは誰でしょうか。まず関東賞は霊峰のおとなしくん。続いて主勲賞。主勲賞は MVP に引けを取らなかった選手に与えられる賞です。チームのためにうまく働いたわ、お疲れ様。受賞者は2人いるようです。おーと、またしても霊峰のおとなしくん、これで2つ目です。そして花園の鷲尾くん、主勲賞おめでとう、500ポイントが入ります。続いて技能賞。技能賞は優れた技術を見せつけた選手に贈られます。ナイスファイトよ。これも受賞者が、これは4人もいる。おっと熱血チューブくん技能賞獲得、600ポイントよく頑張りました。クロスカントリーでは素晴らしい走りを見せてくれました。同じく熱血の姿くんも大健闘、600ポイントが入りました。さああと2人、霊峰おとなしくん、これで3つ目の個人賞、素晴らしい大健闘です。そして花園の前田くん、よく頑張りました、600ポイントが入ります。続いて最優秀選手賞。今大会で最も得点を取った選手に贈られます。これだけの強者たちの中で MVP に輝いたのは一体誰でしょうか。おっと熱血のチューブくん、
大健闘、最優秀選手賞獲得、1200ポイントゲット。よく頑張りました。素晴らしい。続いてブービー賞。ブービー賞は下から2番目の得点を取った選手に贈られます。なかなか狙っては取れない賞で、下から2番目ですね。さあ、これは霊峰のダブルドラゴン龍一くん、ありがたくないような賞ですが、1390ポイントも入りますね。いや、これはラッキー、運も実力のうち。続いて、舐めてるやつでしょう。舐めてるやつに贈られる賞です。もちろん舐めてるのでポイントは限定されます。これは舐めてるやつでしょう。花園高校早乙女くん、舐めてるやつでしょう。第1号ペナルティーマイナス300ポイント。霊峰学園でしょう。文武両道、社会のリーダーを育てる霊峰学園から贈られる賞です。さあ、霊峰学園でしょうは、素晴らしいリーダーシップを見せてくれました。おっと、熱血チューブくん、これで3つ目だ。素晴らしい。最優秀選手賞に引き続き、続いて東道グループ特別賞。今大会のスポンサーである東道グループから贈られる賞です。特別賞あるようだ。過去のデータからの選考基準は全く不明。これは選考基準が決まっていない。おっと、これは熱血の森本くんだ。選考基準が決まっていないからわからないけど、とりあえず1200ポイント入ります。いや、よく頑張りました森本くん。続いてゾロ目でしょう。得点がゾロ目になったラッキーな選手に与えられる賞です。得点がゾロ目、運の実力のうち、これも狙って取れるもんではありません。これは過去5連合沢口くんがゲット、444ポイントゾロ目です。4のゾロ目。以上で個人賞の発表は終了です。以上で個人賞終わり。受賞者の皆さん、おめでとうございます。さあ、この個人賞のポイントが順位争いにどう影響してくるのでしょうか。大変長らくお待たせいたしました。それでは優勝チームの発表を行います。優勝チームは、さあ、優勝チームは熱血高校です。優勝おめでとうございます。熱血高校です。皆さん、熱血高校への盛大な拍手をお願いします。以上をもちまして、霊峰学園よりお送りした大運動会を終了します。皆さん本当にお疲れ様でした。家に帰るまでが運動会よ。気をつけて帰ってね。勝った。俺たちが最強だ。うん、本当に勝てるなんて僕夢みたいだよ。このチームが優勝できたのも半分はお前のおかげだ。よくやってくれた、ありがとな。半分？じゃあもう半分は？もちろん熱血硬派の俺だろ。二人とも生徒会長どこに行ったか知らないか。生徒会長、知らないな。副会長ならまだ学内にいたが。長谷部さんではダメだ、少々やりすぎる。そんなに慌ててどうしたっていうの。運動会も終わったことですし、ゆっくりしていったらどうかしら。お疲れ様です。ああ、今日もいい仕事したな。よかったよ。将来はアナウンサーになっちゃったりして。はは、アナウンサーも悪かねえな。お前ら、生徒会長知らないか。東堂、あいつがどうかしたのかよ。そういえば、さっき校庭で走ってるのを見たよ。あ、運動会終わっても走ってんのかよ。面白えな。まずいな。元気ですね。まったく、想像しいですわ。さ、皆さん、お祭りの後のブレイクタイムにいたしましょう。土方、皆さんにお茶をご用意なさい。やっぱ国尾さんは手強いっすね。杖一年もいましたし。そうだな、俺たちも下の奴らを鍛えていかねえと。リキさん、さっきはすみませんでした。向上心があるのは悪いことじゃねえけどな、心配かけんじゃねえぞ。うんうん、いい感じで終わったことですし、どっかでパーッとやらないっすか。男同士熱く語り合いましょうよ。お前そういうの好きだよな。よし、いい運動した後だし、なんか食いに行くか。よっしゃ、リキさんのおごりで決定ですね。さあ行きましょう。は？誰がおごってやるって言ったんだよ。おい、なんで俺まで。細かいことは気にしない。
おろろーん。負けちまったよー。俺たちももっと強くなんなきゃいけないな。それより、それより、このブース、どうしたものか。このまま帰ったら怒られっかな。大田さん、お困りでしたら俺たちが手伝います。これくらい、任せてください。みんな、出番だよ。先日は郷田さんのお顔に泥を塗ってしまって、本当にごめんなさい。お詫びと言ってはなんですが、俺たちにやらせてください。ったく、かっこ悪い姿を見せちまった後なのによ。お前ら、最高だぜ。やだ、素敵すぎー。一生ついていきます。あれ、片付けは？ま、待ってくれよ。なんで僕が？おい、君たち、こいつらをどかせろ。俺たちは負けた責任を取って霊峰のトップを降りたんだ。だからこいつらを散らせるなんてできないな。聞いたぞ、俺を使って七瀬さんを脅したってな。学園長の大切なツボなんて知らねえぞ。よくも俺たちを悪者にしてくれたな。覚悟しろ。くそ、国おめえ。はあ、お前まだ気にしてんのか。そりゃ俺たち何も気にしてねえって、お前にも守るものがあったんだからしょうがねえよ。姿な、ありがとな。はあ、他校の女の子と近づきになれなかったな。俺のラブロマンスは一体どこにあるんだ。ま、俺たち出番少なかったからな。あはははははは。もう、そんなことないよ。みんな頑張ってたよ。ね、お疲れ様。桃園さん、じゃあ俺のかっこよかったところ教えてください。そうだな。一条ちくしょう。いろいろあった運動会でしたね。体がカーッと熱くなるっつうか、ほんとたまらない試合だったな、ヒロシ。本当に国尾さんもチューブ君も最高です。お前の今後に期待しかできねえな。俺も気を引き締めていかねえと。はい、頑張ります。青春だな。バカね、やったことが自分に返ってきたのよ。ほら、病院行くわよ。まだ終わんないよ。